松下茂則、大谷翔平と、松井。太平洋に虹をかけた二人、連載4、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は1日、日本時間2日に、本拠地アナハイムでのアスレチックス戦に、2番 DH で、出場し、メジャー遺跡後発のに閉殺を含む4打数無安打だと、不発に終わった。 試合終了時点で37本塁打はメジャートップを独走し、82打点はトップと一差。今季の打球速度の最速119マイル、約192キロはメジャー2番目で、本塁打の飛距離470フィート、約143.3メートルは同5番目と全米を驚かせている。少年時代は、 鉛筆だった大谷翔平が超人に進化したのは超睡眠効果だった。現在の大谷翔平からは想像できないことだが、母の佳代子によると、幼稚園、小学校、中学校を通し昌平は鉛筆のように細い子だったという。なぜか食が極端に細かった。 毎食のご飯は、お茶碗一杯。肉は好きでしたが、トマトは嫌い。おかずもあまり食べませんでしたそのため、幼稚園から中学校に至るまで、身長と体重を測ると、必ず痩せすぎと書かれた、幼稚園の時なんか、夕方私が、 ご飯の支度をしていると、ソファですやすや、普通の子ならご飯、できたわよと声をかけると、飛び起きるんでしょうが、ねっても叩いても起きない。仕方なく寝室に運ぶと、今度は朝まで寝ちゃうんです睡眠時間は、時計が一回りというから、 毎日12時間も寝た計算になる。ご飯もおやつも食べない将兵だったが、牛乳だけはよく飲んだという。1リットル入りの牛乳パックに直接口をつけ、そのまま飲んでいましたねアスリートには世代を問わず、牛乳好きが少なくない。松井秀樹も、牛乳の1リットルパックを毎日何本も空にしていた。 筆者が思い出すのは、巨人に一位指名され、長島茂雄監督にくじを引き当てられるドラフト会議の10日前のことだ。取材で松池を訪ねると、秀樹は牛乳を飲みながら、ズワイガニやカツオの刺身をむしゃむしゃ食べていた。彼の骨太な体は、牛乳と刺身で出来上がったのである。 小平が職に前向きになるのは、小学校2年生の時、リトルリーグ、水ク・バンディッツに入り、体を動かすようになってからだが、中学生になっても眠り癖は変わらなかったという。夜は、ゲームや何かで遊びたい年頃だと思うんですが、夜の9時台には、ああ、もう寝なきゃ。 寝なきゃと言い,い、お父さんと2階に行き、朝の6時までぐっすり眠る。そんな毎日が中学校卒業まで続きました。かよこ花巻東高校に進学すると、新たな試練に見舞われる。慣れない、寮生活のため、睡眠不足に陥り、毎月のように熱を出し、病院に直行、 天敵を余儀なくされた。体力不足を指摘され。佐々木洋監督から、毎日丼10杯、夜7杯。朝3杯のご飯を食べるように言われ。食べては吐き。吐いては、食べるという繰り返しだったようですが横は心配のあまり、寮に足を運んだ。昌平の机の引き出しをこっそり開けると。 カビの生えた幕の内弁当が入っていました。ああ。これも食べろと言われたんだろうなぁと思い、涙が出そうになり、黙って持って帰ってきちゃいました。文中継承略松下、茂のりノンフィクションライター。1954年、石川県金沢市生まれ、明治大学卒、広く、 長く、深くをモットーに。アスリートのみならず、家族や恩師等に取材し、一体的なドラマ構築を目指す。主な著書に、新設 ON 物語、松井秀樹、試練を力に変えて、神様が作った試合。近所に1964年の東京オリンピックをテーマにした、つぶらや孝吉、命の手紙。 侍たちの番下がある。大谷翔平は、メジャー初の2閉殺敵軍地元ラジオ局は、優勝トロフィーをアスレチックスに送れと、今日期1日、日本時間2日、MLB エンゼルス3から8アスレチックス、アナハイム大谷翔平、27、は、2番 DH でフル出場。4ダスームアンダ に三振で三試合ぶりで無安打だった。敗れたエンゼルスは、これで同じアニシ地区のアスレチックスに今季4勝12敗、52勝53敗で再び借金生活に突入した。大谷翔平は5回の第3打席で内角92マイル148キロカットボールを、 8回は外角低め92マイルのシンカーを共に引っ張った強い打球だったが二塁手の正面に飛び閉殺一試合にに閉殺だはメジャー4年目にして初だった大リーグ公式サイトのボリンジャー記者は大谷翔平キャリア初のに閉殺だこれで メジャー通算353試合で17閉鎖だとツイート。アスレチックスの地元 FM 局 KGMZ のマドソンプロデューサーはアスレチックスが大谷翔平を2閉鎖。4タコに仕留めた。たった今コミッショナーのトロフィーを本拠地球上コロシアムに送れっと喜びをツイートした。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。